グツグツ煮られてるのをね、今初めて気づいたっていうところです。さあ、久々にやっていきたいと思います。こっち行ってみようか。あなたは袋小路に見つけた、ちぎられたノートの残りをドビンに渡した。これがアリスが残したものたちか。これでアリスの遺品がそれなりに形になったな。ああ、これが遺品？マジか。これなら巫女に弔いが頼めそう。ああ、お礼を言おう、ゾシタ。ドビンはアリスの遺品をまとめて傭兵団事務室を出た。あ、謎の男出てきた。窓の方に誰かが立っているようだ。目が合うと男はすぐに身を隠した。いや、これブリンの研究室にいた人じゃないですか。なぜここに窓ってことは、この窓でこの窓から覗いてたわけですよね。なんだ、何事だ。本当だよ。もう別れ、何事だ。ドインは日記帳を受け取り、しばらく黙っていた。本当に余計なことばかりする。これは一体どこで見つけたのだ。中身は読んだのか、読んでいないのか。これはアリスがスキャンって言おうとした。これはアリスが士官学校の生徒になった時に私が送ったもの。あ、そうなの。もちろん入学すれば基本的な文具は支給されるが、初日から水に落としてすべて使えなくなってしまってな。アーニー、どしっこだな。あー、それで揃えてあげたの、ドビン様。やめてー、そういうの。やめてー。そういえば初めて来た時から失敗ばかりだった。その頃から私の後ろについてきて面倒だったが、どうしてアユルンには一人で行ったのだろう。いや、余計なことを言ってしまったようだ。ドインは日記帳のページをめくった。白紙だ、書いてないんかい。確かにここに何かを書いているのを見たことがあるのだが、もしや残りの部分はなかったか。この後ろの部分があったはずだ。あ、しっかり見てんじゃね、ドイン様ね。それを探してきてくれ。ああ、またそうやって軽く頼む人に。せっかくだから、これもミコに弔いを頼みたいのだ。お、出てきた。ペロペロキャンディー。ねえ、ここ何がさ。ここにいたんだね。最近はアユルンに行ってるの？よく行くって？どうしてよく行くの？すごいな、急に入ってきて。ゾシタを質問攻めしてくるもんな、この顔で。怖いな。お前には関係ない。ビシッと言ったね。さすがドイン様。お前が行かせたの？お前が僕の友達を行かせたんだね。あそこは危ないのに。どうしてそんなことを言うのだ。闇が集まってるよ。すごいな。なんか中二病みたいな感じになってきたぞ。アユルンの空が暗くなっている。だから行っちゃダメ。どうしても行かなきゃダメなの？ドインのせい？そうなの？じゃあドインが行けばいいのに。僕の友達行かせないでよ。私は行けない。どうして？私は王国の騎士だ。その地に足を踏み入れてはならないという命令が下された以上、私はその命令に従わなければならない。後悔することになっても。なんかこう、なんだろうな。いや、全然ね、シリアスな場面だけど。どうしても、あらら、ペロペロキャンディーの風貌がな。あそこでお前の友達が死んだよ。お前が従うその命令のせいで、お前の友達は一人で行ったんだ。お前が信じることが真実じゃないこともある。
それでも従うの？今も後悔してるくせに。やったら突っ込んできて、結構いいこと言ってるじゃないか。後悔などしない。それが騎士団としての義務だ。そう？だったらいいんだけどね。お前が信じている真実が本当に真実かどうかは、ゾシタが確かめてくれるさ。おーい。あ、私ですか。動き始めた真実。なるほど。真実を見てこいよと。そんなね、こんな二人が揉めてるところでね、ゾシタ行ってきなさいよみたいなさ。なんかね、どうぞどうぞみたいな、そういう展開で、アイルに行きたいなら行ってもいいんじゃない？でも気をつけた方がいいね。望み通りの結果があることを祈ってるよ。リエルは傭兵団から出て行ってしまった。出てったね、出てったわ。え、6月21日に大型改編がある。なんかちょっと 6.21 みたいなの見えましたけど、なる、変わっちゃうのか。ちょっと変わってほしくないな。今のシステムにも追いつけてないのに。ああ、ここ、そうそうそう、もうお別れ。どうした？少し私と話をしない？する、したい。キアラはあなたを、橋に連れて行き、小さな声で話した。何を探してくれるって？まさか、破られた手紙じゃないわよね。よかった。きっとあれを騎士様が見たら悲しむわ。ところで、破られた手紙の残りは見つかったの？まだ見つからない？そうか、ゾシタにも難しいのか。大変だと思うけど、もう少しだけお願い。聞いてくれるわよね。うん、しょうがない。聞いてあげるよ。ね、アーリーのためだもん。終わらない、嘘じゃない、謎。来ましたか？弔いは無事終わりました。あー、終わったか、終わっちゃったか。ゾシタが頑張ってくださったおかげで、遺品と一緒に見送ることができました。魔族を絶滅させれば女神が訪れると言いましたよね。私は女神の巫女であり、女神の証でもあります。でも私の手で兵士たちを天国へ送るたび、いつもこんなことを考えてしまいます。私が女神の証なら、私は答えを知っておくべきではないですか。いつ頃訪れるのか、いつ私たちは楽園へ行けるのか、あとどのくらい血を流し、どのくらい多くの人が死ねばその楽園は開かれるのか。すみません。いやー、謝ることないよ。謝ることない。逆にね、そのいつって分かっててね、どれだけの人が亡くなるのかって分かってる方も辛いっちゃ辛いと思うんですよね。多分ね、こういった弔いを終えると時々こんな気分になるんです。しばらくこのままでいさせてください。ありがとうございます。エピソード3終わった。三日月を裂く剣を完了しました。ほー、あれ、アイルン悲劇の伝道者。おー、騎士団楽園の予言。しばらくほっといてって言われたような気がするけど、意外と立ち直りが早いっていう。楽園の予言ですか？ふふ、予言について知りたいのですか？でも私が知っていることはあまりありません。私がお話しできるのは、予言に関するいくつかの伝説だけです。あ、ちょうどいいものがありました。ちょっと待ってくださいね。Tは奥の方で何かを探して古そうな本を取り出してきた。これは私が小さい時から読んでいた予言に関する本です。よければ持って行ってください。私はもう何度も読んで内容を覚えていますから。
あ、それからこれもどうぞ。これは神を守っている二つの封印に関する話が書かれている本です。内容は童話に近いので事実かどうかは分かりませんが、読みやすいのでよろしければ。知りたがっていたことの答えが見つかるといいですね。ちょっとニコッと笑ったんじゃないですか今。わあ、そういうことか。レベルが足んないんだ。なるほど。少し待っててくれる？先にいらしたお客様がいて。何かお探しですか？おー、出た謎の男。そうだ、ネベレスっていう名前だった。火薬を一袋くれ。いや、こんな怪しい人に売っちゃダメでしょ。火薬ですか？最高爆弾か何かを作るんですか？ててて。さあ、どうぞ。ローブをかぶった男は火薬を持って扉を出ていった。ずいぶん不愛想な人で。初めて見るけど、うちの村の人じゃないのかしら。どうしたの？知ってる人？どっかで見た気がするけど、魔法研究所？そうだね。その通り。そうだね。今までわからなかったわ。何をする人なのかな。本当だよね。あの人一番怪しいよね。じゃあリエル。よしよし、研究。わあ、君からまた珍しい匂いがする。ゾンビの匂いが匂ってしまいましたかね。また持ってきたの？こないだのあれ？あれって。ありがとう。やっぱり僕の友達だ。ひひひ、これで何しようかな。君、ところで喉乾いてない？ひひ。何の、喉がカラカラです。ちょっともう、すでにこの喉がカラカラですに、買いたいわ。そっか、これか。おお、急に T さん出てきた。クローダいる？ T いらっしゃい。なんだよ？花瓶をちょっと借りようかと思って。オッケー、お安い御用だよ。ところで、どうして急に？お花がいくつか余ったから刺そうと思って。ベンシャルトのお墓に行ってきたの。あははは、覚えてますよ。これ、マピノギの最初の方に出てきた雲のね、でっかい雲の、あれだ。あれがあれだ。え、あそこに一人で行ってきたの？もう、あそこは危ないって言ったじゃん。プンプン。でも、クローダは小さくため息をついて、店の片隅にあった。花瓶を取り出してきた。はい、ありがとう。大切に使うね。うん。 T はクローダが渡した花瓶を持って宿屋に戻っていった。まだベンシャルトが気になっているのかな。ベンシャルト、この村の守護神だったあの白い雲だよ。いや、覚えてる。あなたが倒した。いや、倒したかな？倒した？倒したか。そんな顔しないで。誰もゾシタを恨んだりしてないから。むしろ村を救ってくれたんだから感謝しないと。でも T はまだ忘れられないみたい。だけどしょうがないよ。もう過ぎたことだもん。もちろん代わりの雲がいれば忘れることもできるかもしれないけど。代わりの雲って。マジで。私たちはベンシャルトがどこから来たのかさえ知らないから。そうだ。そしたら、私たちで、何？新しい雲を探すって？ T に別の雲をプレゼントしない？どういう展開よ。つまり、あなたがジャイアントスパイダーを連れてくるの。はぁ。そうすれば T も悲しまわなくて済むし、村にはまだ守護神ができるし、一石二鳥でしょ。ちょっと、全然、滑舌がね、口が回らないです、今日。村にはまだ守護神ができるし、一石二鳥でしょ。同じところで噛んでたな。さあ、ぼーっとしないで、早く動いて。え、どこで探すかって？さあ、それは T に聞けばいいんじゃない？ベンシャルトを連れてきたのは T だから、きっとわかるはずだよ。連れてきたんだ、ミコタンが。ベンシャルトを。
飲むと逆に噛まないかもしれないっていう。そうか、酒が足りないっていう話。よし、ネベレス追ってきたぞ。私を訪ねてきたのか。そうだ、お前を注視していた。注視していた。お前がどういう理由でアヒルンを調査しているのか知りたかったのだ。お前が違う。私がお前の敵なのか気になるか。そうだろう。実は私も気になっている。お前があの方にとって危険な存在なのか、そうではないのか。今後もアイルン付近をうろつくつもりなのか。それなら再び会う日が来るだろう。くく、面白いやつだな。クで笑うやつは大抵ろくなやつがいいね。いろいろ出てきたな。敵か味方か。そして新しく出てきた女神。まだアイルン付近をうろついているのか。はい、証拠りもなく。もうじき白い悪魔に会えるだろう。もしあいつに会ったら話の続きはまた今度にしよう。え、白い悪魔なんだろう。最近白い悪魔っぽい人にいっぱい会ってるからわかんないな。ゲレン、ゲレンみたい。確かに、ゲレンもクックって悪い人だった。あー、もう確定だ。ろくでもない人確定だ。やってなかったんだ。よし、これで、じゃあこれやりましょう。敵か味方か。さあ、やっていきましょうか。よいしょ。よいしょ。なんか、いつもより動きが軽い気がする。動きっていうか動作が。今ちょうど人がいないのかな。さあさあ、どんどんちゃっちゃちゃっちゃやっていこう。ちゃっちゃちゃっちゃ。ねえ、飲まなかったですよね。よいしょ。あ、そうだ、なんかあれだ。お、何か技を習得させた気がするんだよな。違う、それは月々だ。あ、これか、これだ、これだ、これですよ。なんだっけ、ダブルダブルなんとかっていう。ちょっと思い出せない。新しい技を習得させましたので、最近スキルポイントとかちょっと忘れてたんですよ。まあ、やかや。よし、フィニッシュ。よし。そうですね、ブラッドボーンの成果が。ほんと、ブラッドボーンやり始めてようやく、なんかいろんなことが分かってきたような。あー、あ、かっこいい。何これ。飛ぶけど当たってない。おお、かっこいい。よし。おお、久々についてみようかな。痛い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 。つかせてくれない。ケツをつかせてくれ。つき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 。よし。まあ、今日もこの後に。ちょっとブラボーやろうかと思ってますけどね。お、なんかめちゃくちゃになっちゃってる。こっち側も。あたた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 た。あ、そっかそっか。あ、この人か。あ、あ、見て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 。狭い狭い狭い。狭い。狭い中やらせていただく。おお、ありがてえありがてえ。体力回復。あ、あ、やっぱりこれ
積んだ積んだ積んない。ああ、よかった。そうだ、ここは入ったな。なんかさまよえる魂をシカトしたような気がするけど、まあよかろう。ああ、危ねえ危ねえ危ねえ。ういふふ。うい。何がウィーなんだかちょっとわからない。刺していく刺していく、すごい刺すね。昔からそんな刺してましたっけ。ああやばいやばい、刺す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 、よし点滅。あ、点滅だ。そうですね、最近肉で殴ってないですね。今度ね、氷の渓谷に行く用事ができたみたいなんで楽しみですね。あ、いた。えい、よし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 、ててててて、かっこいいやつで、あ、ばばばばば、舞うように舞うようにやる、スカル、よし。何の意味があるんだっていう。あれ、あ、もうこれ作動してるパターンね。最近真面目に戦っちゃってますもんね。戦っちゃってるっていうのもおかしいですけど。よいしょ。いや、はい、プルプルしてる。いたいたいた、まだ生きてた。待って待って待って。そっか、生きてたのか。何かをもらった。あ、降りてきた。よし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 。ちょっと見て。回避してやるぜ。あ、やっぱりカムバック装備じゃないと。ちょっと弱い気がする。今思いましたけど、わあ、やりした。早いっすよね、レベル上がるの。もう75なんすか、すごいな。私もちょっとやってみたいっすよ。おお、あ、アッシュアッシュ、やべやべやべ、なんか危ない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 。仲間同士仲間同士やってくれ、頼む。このダダッコのようにねパンチしてくるのが怖いっていう。よし、アッシュ、さあ対決しようじゃないか。よし、ケツを取らせていただく。ここ好きだらけだぜ。やっていうところを、よし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 、そして、はい、ここでここで突き、ここでここでケツを。よっしゃー、久しぶりに月月でとどめを刺してみました。ラジカルフィーバーではなく、やったぜーやったぜー。喉がカラカラです。よし、何かなんかもらいましたね。でもう倒してしまったな。ラジカルフィーバーでやれなかったですね。そこまで体力削れてなかったっていう、そういう悲しさ。